声優っておかしいんだ。俺嫌いなの。誰が声優ってやがった。声で芝居をしようとかっていう感覚よりも役者としてお芝居しようとする感覚の強い方だったと思います。戦後のテレビ時代、ドラマやアテレコは生収録だった。生放送でしたね、テレビ自体が。そのまま本番になって全国行っちゃうの、恐ろしいこと。私たちは学生時代見てましたけど、当時田舎の人は、まあこのアメリカ人はよく日本語喋れるなってぐらいエピソードがあったりね。 NG を出すことが NG の世界を仲間たちとひたすら駆け抜けたあの頃、私の中ではそのフォローするのが常識のようになってましたね、あの頃は。はい、俳優でありなさいって、自分で演じられる役者でありなさいって。なんか私の人生の中にはずっとところどころに森山修一郎さんがずっといらしてたんだな。ちょっと罵り合ったりするところなんかでもね、ポンってくれるんで、クサっていう気持ちがもう自分で作んなくても出るんで、なんとも言えないいい気持ちで2人で対話して、最初からなんかジーナにさせてくれた人だと思います。声優時代の黎明期を築き上げ、声優と呼ばれた俳優森山修一郎の軌跡、時には昔の話を。